何やってんだ、ファルドラー。ひどいな、ただ居合わせただけかもしれないのに僕を疑うなんて。そんなちんけな嘘で騙せると思うなよ。オーラの痕跡でお前だってわかんだよ。嘘つき野郎。口がなってないな。僕は年上だぞ。目上には敬意を見せるべきじゃないかな。こいつ、体の片穴が開いたのになんでこんなにも平然としてんだ。それにしてもお前も酷なことするよな。今にも死にかけのバハートにそんなことするなんてさ。は、旅行解除。パト、くん、なんて。ああ、これで人殺し、正義の味方を殺した反逆者、悪だね君も。ふざけんな。バハートさん、バハートさん。ダメだ、出血量が多すぎる。このままだと死ぬぞ。なんとか。ひどいよ。パトくん。これでお揃いだね。嘘だろ。これも虚構。そ。なんで、パトくん。そ、現実か虚構かわからない。どうすればいいんだ。とりあえずファルドラを。何やってんだよ、お前。これ以上バハートを傷つけるな。これ以上やるなら僕が相手になるぞ。何言ってんだ。お前が。じゃあ、バハートちゃんが白髪の男性に殺されそう。ねえ、誰か救急車呼んで。あと警察。まさか。さっきまでの出来事を空間ごと虚構で周りの一般人全員を騙してたのか。おい、バハート、大丈夫か、バハート。死んでる。バハートー。嘘だ。バハートさんが、死んだ。人殺し。なんでバハートを殺した？わけわかんねえよ。絶対に許さない？大事な仲間を。お前が、言うな。お前が、バハートさんを、追い込んだんだろ？初めてだ、ここまで他人を憎んだのは。初めて史上で殺したいと思うほど。すべてどうでもよくなってもいいから目の前のあいつだけを殺したいと思うほどの。ここまで純粋で醜い悪意。新たな才能の扉が開きましたね。これで相思相愛、これで私は候補生、援護の感情、憎む力が時に人の最高の原動力になる、その莫大なエネルギーは醜くも美しい。さあ、悪意に身を委ねて、怖くない、純粋な悪意ほど本能に従って動いてくれる、自制というブレーキなんて必要ない。本当の力を見せて、主様はもっと強い。黙れよ、事情も知らずに騒ぐだけのガイア、どうせ他人事なら黙ってどこかに行ってろよ。そうだ、どうせこいつらは死んでも大した影響なんてない、なら別にちょっとした犠牲なんて目をつむってもいいじゃないか。そうだ、守る価値なんて。深呼吸しろ、パト。落ち着け、自暴自棄になるな。理性を保て、お前がそこで暴れたらそれこそあいつの思うツボだぞ。アランさん。いやん、本当にお前に付与した、あのファルドラもどきを切れ。いや、別にヤン程度の力量程度でわざわざ虚構を使う気にもならないし。力もファルドラ隊長と同じなのね、まさか本物だったりするのかしら。僕はファルドラだよ、証拠にこんなでかいだけの生蔵を壊してあげるよ。治安に触んな、生蔵は認めるけどな。十分元気だな、さっき試合で負けてたくせに。やれ、治安。弱すぎるな、こいつもフェイクか。治安、ゆっくりとバハート隊長を保護しろ、警戒を怠るな。わかったわ、アランもよそ見しないで、どこから刺されてもおかしくないわよ。すごいスムーズ、だけどそんな簡単に。そう簡単にはいかないのが世の常、ってことなんだよな。大体状況はわかったし、始めるなら今っぽいね。何を企んでるんだ。さあね、それを今言ったらつまらないだろ、サプライズはギリギリまで隠しておかないと。逃げんな。バハートさんを。え、結局気があったの、なら早く手を出しとけばよかったのに、僕は逆ってないから理解できないけどね。仲間を、絶対に潰す。アラン、この身勝手なバカに教育しておいた方がいいよ、実力がある分たちが悪い。どうする。挑発に乗るな、今度はヤンが死ぬぞ。さすがアラン、どこまでも冷静だな。防衛軍の隊長に求められるのは強さだけじゃないってことをしっかり証明してくれているね。黙れ、裏切り者が防衛軍を勝たんな。裏切り、安直だな。目の前の結果だけで裏切りと判断するのは早計すぎやしない。もし、バハートが裏切り者で僕がそれを排除したとしたら、彼女はパトの一員になることを決めていたらしいし、それって実質スパイみたいなものだろ。防衛軍の内部情報をパトに漏らす可能性は十分にあった。もしかしたらそれが契約内容だったかもしれない。ならばハートこそがスパイであり、裏切り者？違うか。天の絵隊長が消息不明なのは知っているか。その消息不明はそこのパトと接触してからだ。ならパトが防衛軍の敵じゃないのか。
指揮隊長やお前は濁したが、隊長会議で一度話題になった監獄島襲撃事件もだ。あの監獄島の石津姫を連れているからな。見たらすぐにわかる。襲撃したのはパトだろう。それを敵と判断し、消す。それが果たして裏切りになるのか。筋が通っている。バハートの件と天の絵隊長の件は詳細を知らないから何とも言えないが、監獄島に関しては真実。本来なら弁明の余地もなく滞在人になる。な、問題ないだろう。それでもアランはパトとバハートをかばうのか。だとすればアラン、お前も裏切り者だぞ。いや、指揮隊長も同罪だな。監獄島事件を隠蔽したんだからさ。ほら、探せば殺してもいい理由なんて次々出てくる。それでも僕は裏切り者の反逆者か、アラン。少なくとも私の中ではお前は死刑だ、グズ。何をやってたか、パトの犬。何をやってたか。すぐに暴力に走る奴に勝とうと言われてもな。マジかよ、メリアの攻撃を平然と避けてる。体術もできるのか。このクズ、本気で殺しに行っているのに全部かわしてる。全時間で徹底的に潰すか。結構人集まってきたな。これ以上来られるとさすがの僕も手に負えないし、逃げるか。怖くなせないでしょ。お前の魂ごと砕いて存在ごと潰してやる。避ける可能性ごとのことに。そ、手応えを感じなかった。あの密体の保険の漁港でしたか。いや、もしかするとそもそも本体はよそかもしれない。漁港被災。考えてはいましたがやっぱりでしたね。大会と戦場での能力発揮のクオリティが段違いすぎる。大会はあくまで狭い空間に1対1での戦闘。だからどうしても漁港をある程度相手に把握されてしまう分、本領発揮できない能力でした。だけど戦場なら話は別府。相手に悟られずにいくらでも漁港を張れる。重ね合わせた嘘はまるで今の現代社会のように何重にも積み重なり、真実が見えなくなる。そして私の攻撃を受け流す体術センス、知能、能力センス、実力は本物だ。今の私でもおそらく歯が立たない。主人、大丈夫ですか。バハート、バハート、バハート。ご主人。メリア。バハートはミガドルエデンと契約してなかったのか。石化や白みたいにデスペナルティで済まないのか。していません。いえ、正直言えば今日の晩するつもりでした。遅いだろ。じゃあバハートは死んだのかよ。もう帰ってこないのかよ。申し訳ございません。私が前日にでも。八つ当たりだ。俺の優柔不断と無策でファルドラに挑んだのが原因だ。メリアは悪くない。ご主人。メリア、ミエルを呼んでくれ。俺の傷もそうだけど、一応バハートを見てもらう。わかりました。すぐにお呼びします。なんだよパト、こんな時になんだが事情聴取をしてもいいか。アランさんは俺を疑うのかよ。わかってる。現状ファルドラがバハートを襲い殺しに追いやった。だがそれには免罪符があるのも事実。あいつの口車に乗るにも尺だが、情報は整理するに越したことはない。情報を整理したいの。私たちだって混乱しているし、まずは情報を共有しないと策も練れないと思うのだけど、どうでしょう。好きにしろよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。